耐える耐える。皆さんどうもジミーです。今回も CODMW2 の動画やっていこうと思います。よろしくお願いします。今回はこちらのバトルライフルの SO14 を使っていった動画になります。もう個人的にバトルライフルかなり苦手で、やっとレベル上げ終わったんですけど、こちらの SO14 を使った動画になります。こちらの SO14、何が強みかというと、基本的に2発キルができて、バトルライフルの中ではかなりキルタイムが早い武器になっています。で、頭に1発当てると、どこ撃っても2発キルになります。例えば、頭と足打っても2発キル。中距離でも、ごめんなさい。頭を打って、足当てても2発キルになります。で、3発キルになっちゃう時があるんですけど、それは、足とか、手に当たっちゃうと、3発キルになっちゃいます。いきます。これと、こういう風に3発キルになったりします。です。これフルオートにも切り替えれるんですけど、かなりブレが大きくてですね。これ結構反動制御に振ってあるんですけど、結構一発目、初弾がかなり上に跳ねちゃうので、あまり個人的にはおすすめしないです。なので今回は基本的には単発武器で使っていきました。で、サブはショットガン6度持っていって、タクティカルにスティーム、セムテックス、パークはこんな感じです。で、フィールドアップグレードはデッドサイレンスとトロフィーシステムになってます。で、こちらを使ってドミネーションの動画になります。もしプレイが良ければ高評価やチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではどうぞ。レベル上げてフルオートとかにできるんですよ、確か。そしたらバカ強いっす、マジで。ほんもう2発キルでフルオートなんでやばいっす。あのタック V はタック系が強いっす。で、あとはマークスマンですね。マークスマンの SAB。 究極の後出しじゃん。
うわ強いな。そこそうそうそう、お前ナイス強豪、ナイス強豪、ナイス強豪、マジで。オッケー、次回ろうかな。え、こっち近くだ。UAV は絶やさない。そこか、オリオン。ナイス。なんか、お、やべ。味方が来るまでここで粘ろう。で逃げて、ナイス。やっぱ一人で入らず耐えるって大事やな。上おるぞ、上おる。ナイス。はい、クラスター。クラスター強いわ。わかってきた。上おる、屋根上。次ポートル出れば。うわ、最悪。リスクやられた。多分おる。え。そう。オッケー。わあ、二人おんのか。ちょっと待って、ここで耐える俺。耐える。次行きまーす。次取れてるから迷うしすか。OK。ちょっと味方が前来てほしい。OK、ナイス。俺迷うしすごい。このまま。UAV です。多分なら先端の建物の中から来る。あ、後ろかな、裏かな。OK。クラスター出しといて。俺だ。ナイス。OK。次、多分、真ん中じゃないかな。戻ってこ。違うか、あっちか。ミスった。どこおるそれ。あんたか。いやー、きっちそこか。あ、マジかよ。あそこのポイントきついな。
近いし。そっから行くな、俺こう行くわ。俺も、おい。当たったな。行けよ、ほんと。いや、次んとこ。あ、ナイスだ、ナイス。ひっくり返した。今ね、多分ポイント少ない。人数かけて畳みかけたらできるんちゃうか。取り切れないですね、取り切れない。ああ、真ん中で。いやー、なんでわかんの。いや、これ取られたらね、きついね。真ん中かな。いや、そこ、ナイスすぎ。ちょ、ナイスすぎ。そこ、俺も。裏もあって、あ、オッケーオッケー。うわ、裏来てる、裏来てる、裏。裏来てるよ。裏来てるよ。オッケー。まあ、ショットガンの独壇場だからな。オッケー、やった。そこだか。来いよ。よっしゃー。いや、これナイスすぎ。次や、次や。うわ、ここに来て吹いた。マジか。うわ、最悪だ。リスト忘れた。ここに来て吹いとるはやばい。皆さんいかがだったでしょうか。こちらの SO14、まあ、バトルライフルの中でもキルタイムは早いんですけど、個人的にやっぱりこう指切りで打つのがすごい苦手なので、バトルライフルはかなり修行といった感じになりました。皆さんもぜひバトルライフル使うときはできるだけ反動制御に振った方がいいのかなとは個人的に思います。やっぱり一発頭とかヘッドショットを狙うことがかなり大事かなとは思う。また皆さんもこれ使うときはぜひ今のカスタム使ってみてください。そしたらまた次回の動画でご視聴ありがとうございました。